はい、どうもこみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思います。ちょっと下すぎるか。ここだな。はい、T コンさんからですね、見ていきたいと思います。でですね、本日のテーマは、イエティですね、イエティ。イエティ系の戦術ってやっぱりですね、なんていうのかな、壁の使い方がすごく難しい。逆にまあそこが面白いんですけども、戦術です。なので、そこをね、かなりもう極めているこの TH コンプリーターさん。ていうか、ロジノネさんにこの大差がすげえな。相変わらず強いなっていう感じですね、本当に。このね、メンバーたちが、繰り出す、まあ、イエティ、ペッカイエティとかですね、あの辺の攻め、っていうのを、どういう風にしたら、皆さんね、まあ、僕も含めてできるようになるかというところをちょっと一緒に考えていきたいという風に思います。合計4本ですね、見ていきたいと思うんですけども、何せね、うまかったのがこれだよ。ランボさん。これはちょっとね、さすがに考えてもやらねえなっていうぐらい、ペッカイーティの、なんていうかな、自分の思う、なんていうかな、理想的な、この考え方っていうのを、とことん貫いてる攻めですね。これマジで、よくやろうと思ったなっていう気がする、本当に。うますぎだろうっていうね。で、何かっていうと、さっきも言ったように壁をうまく使うんですね。ペッカイエディってばらけさせちゃいけないんですよ。ある程度固めて動かしていく必要があるんですけども、じゃあそれってやっぱり、壁をクエイクで広くボンって開ければ、ユニットはね、その広い区画に散っていくのは決まってるじゃないですか。だから、そういうことをするのは、必要最小限に留めて、なるべくですね、ユニットが散らないようにうまくこう、密集させていく。まあ、それがポイントです。今、ここで、ペッカとイエティが、若干、広がってるじゃないですか。でも、こいつらが、このジャンプで密集するんですね。わかります?こう広がったペッカイエティが、こう密集してくるんですよ。これが、まあ、やばい。わかりますかね、これ。で、さらに、これ、二つ目のジャンプの呪文、どこに使うかっていうと、この後ですね、この後。ここに使っていくんですね。はい。で、これも、真ん中のターンウォールのところにギリギリ、ユニットがかかっちゃってましたけども、本当は多分ね、ここに入れたくなかったんですね。入れずに、こっちのルート、この狭い道をこう歩かしていきたかったんですよ。多分、こういう風に壁を使って。わかります?この壁を、この壁の使い方をしたかったんですよ。この壁の使い方。ここを歩かしていきたかったんですね。こういう風に。そうすることによって、束になったペッカとイエティとかボーラーが全部ヒーラーの恩恵を受けるじゃないですか。まあ、理屈上は。それを狙ってたんだと思います。で、そうするとじゃあここどうすんのって話になりますよね、ここ。ここに関してはちゃんと考えがあって、スーパーウォールブレイカー持ってってですね、1個。で、これを使っていきます。で、シングルインフェルノのターゲットが入らないので、これもすごい、ほんとすごいなと思うんですけど、入んないので、この壁を殴り開けるところまでは、イエティたちが力技でできるだろうと思ってるんですね、多分。アーチャークイーンもいるし。で、それを殴り開けてくれたら、あとは、こいつらがこう言ってくれればいいよねっていうんで、ここを開けたっていう感じだと思いますね、多分。このプランニングはえぐい。まあ、もう一個スーパーウォールブレイカー持っててもいいんですけど、ここに多分テスラが生えてくるのを、多分ランボさん読んでたと思うんですね。そうすると、スーパーウォールブレイカーを、1体ここに当てて、1体目を。で、もう2体目を、ここに当てないといけないんですよ。スーパーウォールブレイカーも、まあ、普通のウォールブレイカーもそうなんですけど、一番近い、壁の中に施設がある区画の壁を開けるっていう特性があるんで、まあ、これはダミーだったら別にいいんですけど、テスラが入ってきたら1回目は絶対こっち行っちゃうんですね。なんで、この壁を開けるのに16枠使うのは元ないから、じゃあユニットにも殴り開けさせちゃって、こっちだけ、スーパーウォールブレイカーで開けていって、ユニットがちゃんと中に入っていくようにすればいいなと。いう風に狙ったなと思いますね。まあ、その狙い通りしっかりアーチャークイーンが中に入っていたというところです。このペッカのね、ウィザーで、ペッカとイエティの誘導の仕方の発想、アイディアがまあうまい。すごいですね、これ。でですね、もう一個、次見ていきたいのはこれですね。キリショウさんのアタック。これもペッカ、イエティを使っていってまして、本来、キリさんって、ラパルを多用する人なんですけどね、ペッカイエティを使うのはまんま見ないなっていう気がするんですが、まあ、TH コンプリーターのメンバーが、まあ、すごくそのペッカとかイエティ、ボーラーの使い方がうまいので、まあ、多分それを見ている中でかなり、影響を受けたところももしかしたらあるんじゃないかなとか、まあ、勝手に思ったりしてるんですけども、これ美味しいですね。投石、クロスボウ、IT か。
これがまとまってるんで、そこにしっかりと、クエイグライトニングで穴を開けていきますという感じですね。で、今回のイエティの通るルートはここですね。ここ。このまっすぐルートを取っていきます。ガツンとこう入れていきますね。こういう風に。で、これがね、またうまいのが、ここよ。ここ。ここ、ボーラーで、奥のこの、ジャイボーラーで、今、ここにあったね、アチャ島をカットしてるんですね。で、さらに、カット用のウィザー、あとネクロマンサーとキングを出していきます。で、こうすることによって、この、この4つっていうのが、このペッカとイエティにとって一番近い施設になるんで、そこを、こうペッカイエティがたげるために壁殴り上げるんですね。これ殴り上げさせるか、これスーパーウォールブレーカー持ってかないのっていうね。まあウォールブレーカーでもいいけど持ってかないのっていう、そこの発想がもうめっちゃ多分こう緻密にキリさん考えてんだろうな、おそらく。まあ僕だったらスーパーウォールブレーカー多分持ってっちゃいますね、あそこは。持ってっちゃいますけど、まあ、キリさん級になると多分もうスーサイドの達人なんで、もうどこを何でたげるかっていうのが見えてるんでしょうね。いやーすげえ。ただ、これ多分ね、イエティ、ペッカの進軍がちょっとね、遅かったんですね。レイジの呪文一発しかなかったんで、進軍が十分じゃないまま、これ、このフクライダーとね、ロイヤルチャンピオンが出てこざるを得なくなっちゃってます。で、遠くから出てきた、ホグが早かったんで、ロイちゃんも早く出さざるを得なくって、おそらく今回のプランニングって、ここまでですね、この辺まで、ペッカイエティでこう処理をしていきながら、ロイちゃんホグはここら辺をこう回っていくはずだったと思うんですね。なんですけど、ちょっとね、早く出すぎてしまったがために、中心部近くのここら辺、だいぶ、ホグロイちゃんが削られちゃって、今ロイちゃんこれ怒っちゃいましたね。まあ、これが少し誤算ではあったと思うんですけども、まあ、ただ、残ったホグライダーがまた仕事をしてくれてることに加えて、アーチャークイーンがね、うまいことこっちの方を下げてくれたんで、それでですね、まあ、こんな感じで、残った防衛を全部壊す、三段がついたというところですね。いやーもうこのプランニングもプランニングとしてはすごくうまいですね。まあ、この壁開けはおそらく真似でしようと思って簡単に真似できるものではないので、すごいなと思って見てもらうところでまずはいいと思うんですけども、今のまあ全体のプランニングの考え方ですね。まあ、少しその、イレギュラーが生じてしまっても、プランがしっかり組めていると、こういうふうに、ワンチャンどっかで巻き返せるポイントが出てきたりするので、勢いでやるとですね、なかなかそれが、うまく決まらないですね。狂った瞬間に全部、おかしくなってしまうってことが、まあ、往々にしてあるんですけど、ここはキリさん、やっぱり、事前の準備の、が功を奏したかな、という気がしますね。で、ですね、次見ていきたいのは、これなんか最近前回ばっか見てるような気もちょっと若干するけど、うん、まあ、いいか。みんな上手い攻めばっかだから。これ、ロイヤルチャンピオンじゃなくて、おでんで、くじ方面削っていくじゃないですか。で、イエティとボーラーをここにこう通していくんですね。で、ジャンプの呪文をここに打って、最後こう散らせます。ただ、このジャンプの呪文を打った瞬間見てほしいんですけど、ここが全部こう繋がるんですね。こういう風に。こういう風に繋がっていくんですよ。こうすると何が起こるのかっていうと、ユニットが一気に散らばっちゃって、個々の集団の攻防力が下がっちゃうんですね。ユニットって、なるべく防衛施設をたくさん起動させずに、こっちの火力を高めた状態で束になって殴っていくっていうのが一番いいパターンなんで、それと少し反します。で、その時に、結構残っていたペッカ、イエティとボーラーがだいぶ削られちゃうのをちょっと見ていてほしいなと思います。ただまあ、ナーチンさんの場合、多分これも最後のこの投石機のところは、もう火力も高いし、もう仕方がないので、まあ、そういうパターンにはまることはもう、ある種、覚悟の上で攻めてるんだと思いますけどね。今のこのティーコンのメンバーがそれを分からないで攻めてることはまずないので、おそらく。そこはもう多分覚悟の上ですね。で、ペッカ、イエティと、ボーラー、若干ずれたものの、まあ、中心部にメイン部隊入っててますね。レイジの呪文、トームをしっかり使って、ヒーラーも後ろからついていってるんで、もう盤石の体勢で行くんですが、上方面、ロイちゃん、ホグが頑張ってるのも見てほしいんですけども、こっからのイエティの動きをぜひ注目してみてください。これ、フリーズで固めていって、イエティが中心部から、イーグル砲のところに入ってきて、これ割れますよね。結構イエティ、4、5体いるんですけども、こいつらが、見てほしいのは、ほら、一気にやられるんですよ。わーっと。ほら、こんな感じでやられちゃうんですね。これちょっと驚きじゃないですか。
ただ、ロイヤルチャンピオンがしっかり外から回ってきてるんで、こいつがいい仕事をしてくれて、きっちりですね、この、アーチャークイーンが残った1本の、トーツ機も折って、前回まで持っていくという形になるんですけども、あんだけ残ったイエティも、こういう風に束になってないとやられちゃう。まあ、ただ、ま、やられても、その、やられながらミニイエティは放出するし、防衛は当然壊してくれますから、裏から入ってくるアーチャークイーンが生き残ってさえいればこういう風にね、食い火のパターンが継続する。結構ヒーラーやられたけど、多分このヒーラーはこんなにやられるはずじゃなかったなと思いますね。もっとヒーラーがついてるはずだと思うんですけども、アーチャークイーンが後ろからついてるんで、多少ばらけてやられちゃっても、後ろからアーチャークイーンが刺してくれるということをですね、おそらく、期待しての攻めになってるんじゃないかなっていう風に思います。まあでも、やっぱ序盤のでも入りうまいですね。ここ、僕だったらなんか、スーパーボールブレーカーで開けて、この壁から入るなんていう、まあね、せっこいことを考えたりするんですけども、しっかりジャンプを打ったことによって、それでもユニットが逸れてましたから、すいません。それでもユニットが逸れてましたから、これスーパーボールブレーカーで入ろうなんて思ったら、おそらくもっと逸れちゃって、中心部のユニットが相当薄くなったというふうに思いますね。ここ、ちゃんとジャンプで入る判断をしたナーチニーさん、そこもやっぱさすがだったなというふうに思います。さて、ラストですね。ゆうのすけさんを攻めたこのグルダンさんのアタック見ていきましょう。回路であっても、考え方は基本同じだというふうに思います。まあ、ちょっと今回ね、スーパーネクロマンサーで、イエティとかペッカボーラーではないんですけども、基本的な考え方は、同じ。まあ、むしろ、まあ、遠距離攻撃を持っているっていう点で、スーパーネクロマンサーは少し、いいとこも悪いとこもあって、より逸れやすいんですね。より逸れやすいので、誘導が難しい反面、壁の向こう側殴ってくれるんで、なんていうのかな、入れるべきところに入れれば、だいぶ幅広い範囲に対してアプローチができる。まあ、という特徴はあります。まあ、その、いいとこ悪いとこですね。投石機の周り美味しかったんで、ライトニングで折っていったというところで、突入口はここですね。ここから、穴を開けていって、で、キングと、ネクロマンサーでこっちを削っていきながら主力はこういう風に中に入れていくという感じで、プランニングを組んでます。特化兵舎出してますね。中からは確かイエティが出てくるんじゃなかったかな。ただ、ね、これテスラが生えてきたのが多分これだいぶ誤算で、キングが内側にこう入ってたんですね。で、こうなったことによってこの外周部のカットっていうのがちょっと不十分になってしまったっていうところはおそらく、あるんだと思いますが、そうでなければここをしっかり、ここをしっかりと、キングネクロでカットして、ユニットはみんな、こっちとこっちにこう、綺麗に分かれていくっていう、まあ、パターンになったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、それを、刺して、もうロイちゃんをここで刺してくるのはもうさすがですね。この判断。本来、キングで壊すはずだった、キングネクロで壊すはずだったところが、破壊が遅れてるんで、ロイちゃんね、サポートしていこうというところの判断をさすがですね。で、中心部に入ったスーパーネクロマンサーしっかり中に入っていってるんで、あとはこのまま、壁の中から外から、ガン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 打ちまくって、防衛壊していくという感じになってます。だから、回廊であっても、まあ、基本的にやることは変わんないんですね。回廊の場合って壁がないので、ね、結構誘導がそういう意味では難しくなるんですけども、どこを何で壊すか、ここをキングネクロで壊して、で、こっちはライトニングで壊しているから、ここまで突入させることができれば、こう割れてくれて、あとはもう勢いでいけちゃうなとかね。スーパーネクロの場合結構勢いでいけちゃうんですね。後ろからヒーラーがついたりなんかすると結構。なんで、まあ、こんなプランニングを組んだんだろうなというふうに思うんですけども、まあ、つまり、今日言いたかったのはですね、なるべく壁を、上手に、使いながら、ペッカとか、イエティを誘導する。これすごく重要なので、ペッカイエティ、ペッカボーラー、ペッカイエティボーラー、この辺を、使うプレイヤーの方はよく、このですね、プランの組み方を参考にしてもらえたらなというのと、こういう回路になった場合っていうのはまた少しこれ話が違って、回路の場合には壁を上手に使うというよりは、どこの施設を何で壊すかっていう、施設を壊してカットする。壁をうまく使って歩かせるんじゃなくて、施設をうまく使ってカットするっていうことが求められてくるので、そこの考え方が根本的に壁で区切られている村とは違いますんで、今のね、グルダンさんみたいに、キングでこっち側をカットして、で、入ってきたユニットもこういう風に流す。で、流した場合にさっき3本目見てもらったのと、リエティとかボーラーは、個々になってしまうと、命中しも弱くなっちゃうんで、ここでも、突破力のある、スーパーネクロマンサーを今回は使おうと
いう選択をしたんじゃないかなというふうに思います。まあ、いうところでですね、その各村の、特徴によって、壁を使うのか、施設をカットしてユニットを移動するのか、まあ、この辺の考え方っていうのを、織り交ぜながらですね、やっていってもらうと、特にこのペッカとかイエティ、ボーラー、系の戦術を使う方はすごくね、成功率が上がるんじゃないかというふうに思うので、ご参考に してもらいましたら、まあ、すごく嬉しいなというふうに思いますし、まあね、ほんと参考になっているということでございましたら、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録を押してもらえると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。またですね、12、11やりますと言いながらだいぶ待たしちゃって申し訳ないんですけども、ちゃんとやります。やりますんで、もう準備もね、進んでいますので、ぜひね、これからも幅広い、タウンホール隊のアタック、ご覧いただけるチャンネルとして、今後もご視聴、してもらえたら本当に嬉しいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。